夜の山形駅、まさか山形で二晩過ごすとは思いませんでした。だからまあ実際であれば今もう7時ぐらいなんですけれども、そろそろ青森着いて次もう帰る準備するべみたいな感じになってたはずなんですよね。まあただちょっと大雨という番狂わせがあったので、なってしまいましたけれども、まあとはいっても私もお腹が空きましたので、そろそろ晩ご飯でも食べて、それでまあ本日の宿でも行こうかなと思うんですけれども、昨日は友人がこことよく行くんだよねってお店連れてっていただいて、あでも本当美味しかった、あの店とっても良かったです、本当ありがとうございます。でですね、今日はあそこ行っていますかね、深い意味は全くないんですけど見つけたってだけです。山形牛の牛丼と山形そばの専門店、まあ、あれは第一候補にしましょう。何軒かちょっとこの辺ぐるっと回って、じゃあここにするっていうのがいいですよね。でなんか今回せっかく東北回るから、なんかその土地土地のらしいものでも食べようかなと思ったんですけれども、なかなかそうもいかず、結局それらしいの食べたといえば、松島でその牡蠣を食べたぐらい、牡蠣チゲ食べましたよね、あれをなんか食べたぐらいで、あと本当になんかそこら辺のコンビニのおにぎりとか、なんか普通のパスタとか、なんか普通の丼物とか、なんかそんなもんで終わっちゃった。あとその昨日のね、あれ関東一円である油そばって言うんですか、油そばあれ食べたぐらいで、なんかそれらしいもん、 あと今日の朝か、牛タンのおにぎりそれ食べたぐらいで、あんまりなんですよね。まあ、ということで、まあ、ちょっと第一の候補からちょっと行ってみましょう。こちらのお店どうでしょうか。あここ意外と安いですね。パパパッと見たらおそばと牛丼ととろろ昆布そばとか、割と千円札でお釣りが来る感じ。ちょっとまあここ第一候補にしましょうか。でも今のあの角のところのあそこはいいな、お手軽で。あと昨日のお店も美味しかったから、昨日のお店でもいいかなと思ってるんですよね。もう一回今度なんか冷やしなんとかっていうのがあるみたいで、まあ一丁角歩いてきただけって感じです。でなんかそうそう、昨日ねあっちの方に屋台街があったから、あの辺もちょっと一周してみましょうか、せっかくだから。で今日は、お酒は飲まない、それから、まあ、お金はかけない、で、まあ、そこそこなんかその土地の特徴が出てる、この3点セットでちょっと考えていこうと思います。まあ本当に金ボタなんでね、今日は本当に鼻からボタ持ちで、まあ、仕事の融通もだいぶ効いたのでなんとかなると思うんです。まあ、明日ちょっとスタッフと打ち合わせして、私の願い分すまん頼むということでお願いしようかなとは思いますけれども、だからまあちょっとそれ融通が効くのはありがたいですね、こういう身分で。それからあそこは、骨付き鶏唐揚げボイルのガブリチキンさんとかっていう、なんかあまり地元感を感じないですね。やっぱりでもこういうの地元の人に聞くのがやっぱり一番だからな。なんかやっぱり地元の方に聞くと大きく外れはしないし、山形は米沢牛、米沢牛という名前はこうやって招き豚、あこれお店違うんだ、お店違うんですね。あ随分色っぽい豚でしたけれども、長浜麺食堂チーボー、それからホテルクラウンヒルズ山形、ここは今日お休みですね。ここもこれも普通の焼き鳥屋さんっぽいな。まあ行ってこの辺までかな。ちょっと次の横断歩道がはるか遠くだなと。まあ、それはそれとして結構この味のあるなんか建物がありますけれども、古い建物をなんかリノベーションしたそんな感じですけども、なんか飲み屋街あるあるって感じですね。なんか個人的には1軒目のお店がいいなと思った、一番最初のあの角のお店。味はちょっと分かんないですけれど、まあお手軽になんかその土地の味を味わえそうっていう、そこがすごく惹かれた。ただですね、今すごく後悔してるのは信号がないんです。さあどうしよう。あった、信号はないですけど横断歩道がありました。ここ渡っちゃおう。気をつけて渡るんですね、これきっと。ここです。あ、
なんたるラッキー、現れるあたり、まあそうだな、この範囲で行きましょう。だから明日は本当に種明かししてしまうと、乗り鉄だから、ちょっと、あんまり鉄道ネタに徹さないことに決めたうちのチャンネルではあんまり長さが出てこないかもしれないです。だからちょっと明日と多分明後日までかぶっちゃうんですけれども、北海道入ってからのことがあるんで、で、ダイヤに乱れさえなければちゃんと土曜日には帰れる計算ですとだけ伝えておきます。あ、まあでも良かったですよ、今日はなんか心残りに今日ちゃんと行けたので、でおまけでなんか佐賀まで行っちゃったんで、それはそれで良かったかなという、そういう感じです。っていうかこのビルもなかなか古いですよね。いつ頃のビルだろう。あ、で唐突になんかこの通りってなんかいろんな銅像がいるんですよ。このおじさん誰、柴金寄っていうのかな、柴金寄子だそうです。何した人だろう。1356年延文元年に、足利幕府の命により、宇州丹大、現在の山形秋田にまたがる、広い地域を統括していた人だそうです。あ、しばしでもあれですよね、なんか応仁の乱あたりでこうなんかあれですよね、なんかどっちか側のなんかその中心人物になっちゃって、いろいろ揉めた一族ですよね。結局滅びたんだっけな、まあ、それと同じ一族かどうかわからないんですけど、枝分かれしたりしますから。あとなんか悪い癖で本屋があると入りたくなるんですけど、今日はちょっとぐっと我慢して、なんかうっかり本買っちゃったらもうまた荷物が増えるので、ちょっとこれ以上荷物増やすと大変なんですよね。あ、増えたってパンフレットとあのタオルぐらいしかないんですけどね。あ、決めました、結局最初のお店にします。で、その盛岡とか仙台とか本当に初めて来て、いろいろこう、とりあえずはメインどころからという感じで見て回りましたけれども、山形は一応メインどころは見たんですけれども、なんだって一日おまけがくっついちゃったもんで、結構なんかどうでもいいっていうか、なんかあんまり普通の観光客が、とかなんか YouTube でその外から来た人がわざわざこんなところを撮ることないだろうっていう、そういうところまで歩いちゃってるんで、いやそんな裏までじゃないですけどね、割と他の町よりは見たんで、やっぱりその分愛着が湧くかなとは思います。必ず愛着が湧くんですけれども、度合いが違うみたいな、そんな感じだから、やっぱりこれで稼いで、それであちこち見て回れるようになりたいなっていうのは、それはありますね。ただ本来の目的っていうのもありますので、それもきっちりと遂行しつつ、少なくともこいつで食べていける、そういう体制にだんだん今40いくつですけれども、今後ちょっとシフトしていこうかなというのは、これはちょっと思ってます、正直。だから今の仕事 もう長くやってますけれども、もう次の世代に任せればいいんじゃないかなと思って、あんまり口出ししないで、いろいろと必要なところだけフォローして育っていければなと思います。はい、到着しました。結局一番最初のお店にしました、こちらの山形牛の牛丼と山形そばの、すごくドシンプルなネーミングのお店にやってきまして、でこうメニューがちょっといろいろあるんですけども、山形っぽいのはどれかなと申しますと、何かなっていうと、やっぱこの牛丼か肉そばかって感じですけれども、なんで両方行きましょうかね。この1290円のこれにしたいと思います。やってきました、山形牛の牛丼とそれから肉そば、山形牛の肉そばセット、これ2280円で、でこれ運営してる会社がちっちゃく書いてあるんですけれども、山口精肉製麺センターさんというところで作ってるみたいですね。ちょっとでこちら冷たいおそばに今日させていただきました。いただきましょうか、美味しいかな。ちょっとご飯の感想を言いたいですけど、ちょっとバス乗っちゃいましょう、来ちゃった。神山高松葉山駅に乗っていきます。どことは申しませんが、山形市の某所というふうに伝えておきます。あそこのお店、山口精肉なんて製麺でしたっけのお店なんですけれども、意外とあっさりしてたのが印象ですね。牛丼は本当に普通の牛丼で、
若干やっぱり、この地方独特なのかもしれないけど、若干醤油は濃いめだったから、いやでもしょっぱくは全然なかった、普通になんていうかな、しょっぱいとかじゃなくて、なんかちゃんとあの出汁の味が効いてたっていう意味で、出汁っていうの、あの牛肉のタレの味、そうタレの味が効いてたっていう、そういう意味ですごくちゃんと味がついててよかった、そんな感じです。そして肉そばもあの冷たい方のおそばで、あのよく見たら後で氷が2つちゃんと入ってたんですけれども、あのとても冷たくて、あどうかなとは思ったんですけれども、意外に美味しかった、なんかすごくさっぱりして、やっぱりつゆの味もちゃんとしてたんで、だからこの辺はそういうところの味をきっちり出す方なんでしょうね。薄味、まあ、濃い口なんですけれども、がしょっぱさは全然感じなかったというのがあの正直な感想です。あのだから、悪くはなかったですね。であともう一つ、多分映像に映ってるんですけれども、あそこのいいなと思ったところは、あのコンセント貸してもらえたんですよ。まさか蕎麦屋さんでコンセント貸してもらえるとは思わなかったです。要するにあのスターバックスとかああいうカフェみたいに普通にコンセントが使えたというのは、これは良かったです。だからちょっとだけあのモバイルバッテリーの充電をしてさせていただきまして、今ちょっと延命措置を取ってるというそんな感じでございます。ということで、何日だったかな、月火水木でついに金曜日になってしまいましたけれども、金曜日になってもまだ北海道にたどり着けず、今度は、今頃青森にいたはずなんです、まあ、青森もすでに出てたと思うんですけれども、ってことはもう函館に向かっているという頃だったんですけれども、明日もう24時間全部スケジュールずらして今回はそうさせていただきます。まあ、仕方ないです。 でも、まあ、あの山形だけに限って言うと本当に天気良くなってきましたし、なんかツイッターとかの情報を見ても、まあ、この辺はこの辺というかだんだん晴れてきてるなという感じはします。列車情報もだいぶ穏やかになってきて、あとはなんか今までの遅れをちょっと取り戻してる感じなので許してねみたいな、そういうノリになってきてるので、まあ良かったんじゃないかなと思います。ということで本日は山形市内の文章館に行って、まあ、それからお昼ちょっと当良沢線の佐賀に行って帰ってきたという、まあ、単純な一日でしたけれども、まあ、これだけでもちょっとお楽しみいただければありがたく思います。まあ、こんな一日もあってもいいかなと思います。では今回もご視聴ありがとうございます。じゃあ今度は明日はいよいよ山形から函館に向かいたいと思います。お楽しみに。どうもありがとうございました。また明日よろしくお願いします。今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。チャンネル登録そしていいねボタンぜひぜひよろしくお願いいたします。 あとあの太郎の雑学カフェこちらの方もあのやってますので見ていただければと思います。では今回もご視聴いただきましてありがとうございます。次の動画もぜひよろしくお願いいたします。